どううもランスのですすごご視聴ありがとうございます今回はこのサイバーハンターから実装された重火器これを使ってね遊んでいきたいと思うんですけど種類はね右にある3つで一番上アブソリュートゼロは今見てもらってるやつなんですけど相手をね凍らせるという重火器になってて威力がね全然ないんでそこれだけで倒すっていうのはちょっと非現実的かなというような武器ですね使うことあるのかなまあ、これも 今から使っていきたいかなと思っておりますまあ拾えたらの話なんですけどもねで、えー、次の重火器なんですけどメテオですねこれはねあの漁師建設物を壊してくれるんですよなんで相手がね障壁とか塔とか作ったのをねこれで壊すっていうのが非常に便利になってるんで1個持っときたいなという気はするんですけどねただ 他の狙撃銃とかを犠牲にして持っておく方がいいのかって言われたらちょっと微妙な、ね、気はしますけどね。<laughs> なんで、まあ、4人とかでやる時に1人持ってたら便利かなっていう感じなんですけどみんながみんなが持ってる必要ないと思いますね。でデストロイヤーこれは、まあ、かなりレアな銃火器になっててさらにこの重火器の強化コアっていうのも なかなか拾えないのでこの電磁ミサイルスキルをアンロックし誘導電磁ミサイルを3発発射できるなんていうのはなかなかねお目にかかる機会はないと思うんですけど、まあ、これはメテオのね強化版ですね今変え,て変えてるんですけどこんな感じで威力と距離はメテオとデストロイヤーの方が上なんですけど安定度と発射速度は、まあ、デストロイヤーの方がちょっと低くなってるという感じなんで。 かななりクロート向けな武器かなと思います、はあ、やっとあったわ、なかなか拾えないですね、この重火器もそうですけど、銃火器用の弾もね、なかなか落ちてないんですよね、そしたら、この重火器を使って戦っていきたいかなと思います。 はいあそこにいるんですけどこんな感じで手前の壁とかもね壊してくれるんですよねただなかなか目標に当たらないって感じですね壁に当たってこんな感じで壊してくれるはいいんですけど当てたい時には <laughs> 結構鬱陶しいですよねただ範囲ダメージなんで完全に直撃っていうわけじゃなくても今見ていただいたように倒せるっていう感じですね攻撃力もまあまあ高い感じがします ってきてきますねそしたら人柱になってもらいましょうか、はい、一応自動照,準、えー、照準を合わせると自動発射はしてくれますがどうなんでしょうねこれは手動の方が当てやすいんちゃうかなと思いますね結構障害物に当たってで対象に当たらないみたいなことが多そうな武器ですよねで弾がね本当にないのでもう2発しか ないという感じなんでまた次の拾うところまで飛ばしましょうかはい倒せましたね3発も当てりゃ倒せる感じですかね相手が止まってたらね結構範囲ダメージなんですぐ倒せるっていう感じはするんですけどうーん どううななんだろこれ普通の武器の方が使いやすいような気がするんですけどねそれは相手が固まってりゃねいいとは思うんですけどそんな固まってないですもんねなんか距離が出るショットガンっていう感じかなっていう印象ですね取り立てて使いたいなと思う時はやっぱり相手の量子障害物ですねあれを壊す時っていうのがねやっぱり一番あって便利だなと思う瞬間ですね はい、やっと落ちましたねメテオほんまに落ちてないわなんで使う機会がかなり少ないのでもうちょい強うてもええんちゃうかなと思うんですけどね慣れたらこれもも,ものすごい有効な武器になるんかな今のところ取り立てて良さは感じないかなという感じなんですけどね 照準合わしたら自動で撃ってくれるのはいいですけどこんな感じでなんか当たったらあかんところに当たりまくったり避けられたりして結構使いにくいなこれあ当たりましたね、まあ、ようやく倒せたっていう感じなんですけど弾の少なさも考えると普通の武器の方がええようなね記載するんですけどねおったなあ やっぱりり弾の速度が遅いんんですすなり避けられますねただこういう障害物は一発で壊れるんちゃうんかい <laughs> 2発かかりましたねまあなんとか倒せたという感じなんですけどもうさ相手にしたらきついんちゃうかな,なんか球打ってからでもヒューと避けられてるんでねはい実はですね待機時間のうちにこういったところに武器が こうやって並んでるんででるすよねこの中に重火器もこんな感じで置いてくれてるんですよね。とりあえず、目オを開いましょうか。で、これで、まあ、ちょっと試し撃ちみたいなことがここでもできるんですよね。はい、上向けて撃つと、結構遠くまで飛んでいきますよね、これ。なんで、射程距離って言うたらいいんですかね、はかなり高いです。今、真上向かって撃ったんですけど。 落ちてこないですよね、なかなか。落ちてきましたね <laughs>。まあまあな距離ですよね。まあなんで、遠くに向かってじっとしてる相手に当てるみたいなことができりゃね <laughs>、これもありなんかなという感じですね。狙撃銃の代わりになってくれたらいいなと思うんですけどね。はい、今度はアブソルートゼロの試し撃ちをしたいと思います。こんな感じで動いてる相手を止めることはできるんですけど。 結構、はい、距離はそこまで伸びてないような気がしますね。止まってる時間は1秒っていう感じですかね。ただ、こんな感じで連射できるんで、その間は止めておけることができるっていう感じの武器になってますね。メテオですね。メテオは比較的落ちてるかなという感じですけどね。まだ未だにデストロイヤーを拾ってないんですけど。 これ、拾えるんかなもしかしたら、今回の動画で紹介できんかもしれんなっていう感じがしますね。孤島がありますね。こんな感じで、まあ、ボール使ってね、ボールじゃないんでしょうけどね、こう、たどり着くことができるんですけど、帰りは泳がないかんなって感じですね。 ってきてきるのはこんなことに人来るか <laughs> 絶対コンピューターやろただかなんか直撃してないのに倒せたっていう気はすんですけどねていうかもう一人おるような気すんねんけどなうんおるなおった障害物あったらちょっと鬱っとしいかなっていう感じはすんですけどね はい、やりましたね、うん、慣れてきたら悪くないんかなという気がせんでもなくなってはきましたけどねただなんか見っけてやった嬉しいいう風にはならんですね今んとこもうデストロイヤー拾えないのでこの待機場にあるデストロイヤー拾ってちょっと試し撃ちしたいかなと思いますこんな感じで電撃を撃つっていう感じですね で、メテオと違って直進してる感じはしますね。あら、建物消えたぞ。これは実戦でも消えるんかな量子建設物やったら壊せるとは思うんですけど、違いますよね、今のはね。やっぱり威力と射程はこっちの方が上なだけね、あって、かなり。 まあ強力な雰囲気はありますけどね、実際問題、これを拾って戦えることが今のところないので、なんとも言えないとこはありますね。で、とりあえず拾ったのはアブソリュートゼロなんですけど、あいつに向かって撃ってみようか。この距離では当たらんな、さすがに。相当射程は短そうな気がしますね。 はいこんな感じでありったけの弾を撃ちまくっても、<laughs> やっぱり倒せてないな。しかも、こう、装填する間に <laughs> また動かれるというね。で、今、けど、これが解除された瞬間もう死んでましたよね。どうなんだろう。ソロでやった方が分かりやすかったな。 割と近くまで来てるのに、これでも当たらんのか、<laughs> 相当近くないと当たらないですね、坂だからか、こんな距離まで近づくことないですからね、<laughs> うーんこの武器も、なんか使い勝手が悪そうだなっていう印象しかないですね、なんで、結局2種類しか武器持てんのやったら、銃火器よりは、なんかマシンガンとかね、と狙撃銃ぐらいの方がやりやすいような気はするんですけどね。 ー結局、合計2時間ぐらいプレイしたんですけど、結局、デストロイヤーは1回も拾えなかったですね、あと、重火器用のコアっていうのも1回も拾うことなかったので、もうちょっと出現率上げてくれんかったら <laughs>、使いたくても使えないっていう武器かなと思いました。そしたら、今回の動画が役に立ったとか、面白かったとか思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をお願いいたします。以上ですありがとうございました